久しぶりです。皆さんどうも、アザラシです。いやー、ここのところずっとアークをしてた。よくないな。アークは危険、本当に危険。このゲームはあまり多くの人に勧められないなと思いながらも、ホロライブとかね、キリュウココ会長がホロライブ内に紹介したことをきっかけに結構日本でも爆発的な流行り方を見せているアークっていう、まあ、パソコンとか PS4 とかでできるゲームなんですが、 Steam でね、まあ80% オフとかだったからつい手を出しちゃって、で手を出したはいいもののずっとやってた。よくない、このゲームは本当によくないということでね、もうそれに決別をつけるべく、今日はこの今までやってきたアークの、ここまでやってきたなんか島巡りとかして終わりにしようかなと思います。だんだん日が伸びてきている。もう少し夕方ですね。これ夕方は良くないな。夕方までだな、決着をつける。この島なんですけども、夜日が暮れたら真っ暗なので、ね、見栄えもある。アークで言うとザ・アイランドというステージのマップの右下にある南東にあるね、孤島にいます。この島いいんですよ、肉食恐竜出てこないから。ここまで渡ってこれれば非常に平和というね。海渡るだけだと別の建物を作ってました。ここで鉄を作ったりしながら、まあのんびりとやってたんですけどね。いや楽しい。マインクラフトとモンハンを混ぜて、さらにモンハンにモンスターファーム違うな、ポケモンみたいな感じで恐竜と戦うし、恐竜とを手に入れることもできる、そんな風な感じですね。空も飛ぶこともできる。プテラノドンなんかは結構簡単に捕まるので、このアーク始めた最初の人はね、最初の方でこれ捕まえたらいいと思いますよ。プテラノドン。さあ、本拠地じゃないです。本拠地はあっち。この島と陸地との間を抱いた向こう側、海峡の向こう側、こっちに本拠地作ってて、あっちはあのジョーダンハーモン作って、ここ本当は最初はここに作ってて、で上まで上がるような建築を作ってたんですけど、ブラキオサウルスにめちゃめちゃにぶち壊されて、もはや自分の足で登ることができなくなってしまった。この巨大建築が今や後しか残ってない。こういう風に、城を作って、どうぞの話がいいです。特にこの階段を作った、なぜか空中にこんなの作っても物理的に可能というよくわからない状況で、ね、空中庭園を作ってます。で最初の方に作ったこれが拠点で、これが拠点ですね。なんか全部の窓を開けたらおしゃれじゃないとか、実はこう全部開けて閉めるのは大変。あ、これね、いろんな自分一人でこのステージにいるわけじゃないから、いろんな人が入ってきたりするから、一応戸締まりとかしとかないと、そういう防災意識やね。でもね、降りていくことはできないんですね、ブラキオサウルスのせいで。確か途中までは降りれるんだけど、ここら辺まで降りれるんだけど、ここからもあとはもう繋が、あ、危ないなぁ。落ちたら大変なことになる。もう登れないね。ちょっと走って登ります、向こうまで。ここが
ザラシの恐竜ハウス。多分この中に食べ物がある。かろうじて肉がある。かろうじて肉がある。生肉しかない。生肉を食うと体力は減る。今日はですね、この動画の中で、まあ、とりあえずこういうのを作ってなったというのと、もう一つ中心のあたりにね拠点があるんで、そこまで行こうかなと思います。この速さだけに特化した金属製のユタラップ、さあ200メートルでタイマタックつけることが、ね、かなり危険な地域にあるので、マップで言うと、ですね、この5から直線下に進んだプラスのあたりかな。さあ行ってみましょう。これ日が暮れると、日が暮れるとまずいよ。めっちゃ揺れるね。待ってよ。これを振動機でこうすればいいのかな。あんま変わんないね。さあ行きましょう。ステバリス、速さだけに特化してるからかなり速い。ぞー、こういうなんかかなりスピード感があるので、なんかアークランニングとかやってもいいよね。処理が追いついてない。夕暮れだからかな、ね、こんな感じです。他の人の建築、あ、日が暮れてきた。まずはちょっと明かりを照らしていきましょう。いかに足だけに特化した育成をしているかという。これなくてもね、もうね、なくてもね、これぐらいの軽さで。よし、火の音がうるさいね。第二拠点まで出していきます。夜の間に。おお、人がいる。あれ、どこだったの。多分こっちかな。ね、すごい綺麗でしょ。夜になるとこのピカピカ光る。すごい。
いね。夜は怖いね。たまたまこっちの方まで来て、その時に見つけたところを拠点にして生活を営んだ時にかなり悪いやつや。あれはね、アイテムがもらえるんで、そうです。行っていいかな。クレートックスのアイテムがもらえます。まずいね。あのワニさんはめっちゃ怖いぞ。俺の自慢のエスティバリスが食い殺されてしまった。で、ワンチャンいけるか。登れない。蛇が出てきて怖いので警戒してます。大丈夫か。あら、あら、壊されてる。ここにですね、はしごを作って向こうに降りれるようにしてたんですけど、あら、壊されてますね。あー、ダメだ。アークの面白いところは建造物でこう脆弱な作りをしていると恐竜や人間たちに壊されてしまう。それ面白いところだったな。雨が降ってきた。
しいな。下がった。下がった。ちょっと俺の建物だ。引っかかるとよくないな。ゴーン。いっそここで撃ちまくって捕まえてしまう。やめて。これでエステバリ使う。あれ、俺のエステバリスどこ行った？ああ死んじゃう。やばいな。ピラニアに食われてるけど、助けに行くわけにもいかないし。こいつには壊されてるし。か、俺はエステを助ける。別の動画を上げてくれるのでよろしくお願いします。またまた。